今回はまあアウトドアステッキ編ということで、まあ今まあ毎日のようにですね、まあ日常を使うようにしてるんですけども、まあそれで気がついたことをね、また順次上げていきたいなと思います。で、まあ今回はちょっとまあいろいろ気づいたことを上げたいと思います。まあちょっと簡単な箇条書きにしてみました。でですね、まず一番のこの感じたことなんですけども、まずですね、法治国家ですね、要は当然無法地帯でも何もない、こういう今、まあ、全てが、まあ、ちゃんと法のもとに、まあ、管理されている状態では、まあ、法治国家における、まあ、最強の護身具じゃないかなと思います。まあ、護身具っていうことは、まあ、普通でしたら、まあ、本来陰徳が必要なんですけども、まあ、このアウトドアステッキに関しては、まあ、陰徳は不要ですね。で、まあ、当然、まあ、陰徳する必要もないですし、まあ、警察等に見られても、まあ、別に咎められることもなければ、何も、まあ、要は言われる、まあ、職質に遭うっていうことも、まあ、仮に職質にあったとしても、何らも、まあ、別に問題はないということですね。まああまりにも挙動不審な場合は何らかのことを言われるかもしれないですけども、まあ、それはまあ別問題ということで、まあ、基本的に陰徳は不要ですね。で、次の2番ですね。まあ、多分ね、これ実際ね、アウトドアステッキをその非常に便利で、まあ、護身具としても使えるんだけども、じゃあ実際ですよ、実際です。これ実際問題です。まあ、自分の今、例えば通勤している時に使うっていうのはやっぱり何らかのアクションがいるってことですよね。要はつまり、いきなり今までそのアウトドアステッキをついてなかった人が、まあついて会社に行くわけですよ。ってことは当然のごとく、まあ、一応注目は浴びますよね。人に「どうしたんですか？」とかね、どこが足かどっか悪いんですか？とかね、そんなこと言われると思うんですけども、まあ、それはね、ちょっとまあ覚悟がいるってことですよ。まあ、それに対しての例えば回答とか、そういったとはいります。まあ、自分の場合は、もうね、至極普通に、ステーキ術のため、まあ、要は護身術のために持ってるってはっきり言いましたからね。で、何人かは、そんなの怖いとかね、怖すぎるってドン引きさえもされましたけども、まあ、それも最初だけで、まあ、毎日持ってるとね、意外と人間って、なんていうんですかね、それに溶け込んでしまうっていうんですかね。だんだん、最初からそうやってやっていくと、まあ、慣れていってしまうという部分があるんで、やっぱり最初のスタートっていうのはちょっと勇気がいるんじゃないかと思います。それとやっぱり年齢的に、例えば50代って言っても、例えば昔の50代と今の50代ってちょっと違うじゃないですか。まあ、ファッションセンスもそうですし、まあ、そうそうね、その足腰を弱めてしまうほど、まあ、まだそこまでいく年齢でもないかなって気がするんで、やっぱりそこら辺でちょっと勇気がいるってことですかね。ただまあ持ってみると案外便利で、悪くないなと思いましたね。まあジェントルマンっていう意味でもあるかもしれないですけどね。まあアウトドアステッキでジェントルマンっていうのもちょっとおかしな話なんですけども、まあこれはそう感じました。率直な意見です。それとですね、この練習3番ですね。練習は必要です。これも絶対です。これよく KSRG の後藤先生も言うんですけども、練習しないものは使えないです。これはもう間違いないです。やっぱりステッキ術とか、そういった棒術みたいなものっていうのは、やっぱり自分自身で一度やっぱり振ったりとか、この動きをやってみないと使えないと思いました。これはもう本当にそう思いました。ですから練習は必要です。で、4番のこの縦の代替えっていうのは、まあ、実はね、このアウトドアステーキ持つようになってからね、自分カバンって持たなくなったんですよ。まあもともと手ぶら派だったんですけども、なおさらそれが加速しましたね。要はね、縦の代わりになるんで、つまりこれちょっとね、上げて前出すだけで、まあ、威嚇っていうかね、ちょっとその盾としての要は役目を果たすってことですね。そういうことです。で、まあ5番のこのサイレスプレートの組み合わせですよね。
で、このサイレンスプレーの組み合わせとね、このアウトドアステッキってすごく相性いいなって自分は思いましたね。なんでかっていうと、まあ縦の代わりができて、なおかつサイレンスプレーを吹く、その何て言うんですかね、隙を作れるってことですかね。まあつまりこれが6番につながってくるんですけども、要は陰徳からの時間稼ぎってのがあるんですよね。当然皆さんの陰徳方法、サイレンスプレーの陰徳方法っていうのはいろいろあると思うんですけども、要はね、取り出す時にすぐ取り出せるやり方をやってることはいいんですけども、やっぱり夏場とかね、冬場でちょっとね、装備の仕方って違ってくると思うんですよ。そうなった時にこういうのがあると、まあ取り出す時にそのちょっと時間稼ぎができるってことですね。そう、体制作りですよね。そういうのができるんで、まあいいんじゃないかなと思いました。で、7番の逃げる入庫っていうのは、これはまあ一番の基本のことなんですよね。護身術の基本です。逃げる。だから相手が何らかの迫ってきた時、こういうのがあると前に出して逃げることができる。だから例えば刃物持った相手が来た時も、つまり相手との間に物を送って、例えば SSR のセルフディフェンスの河合先生も言ってましたけども、例えば相手との間に物を置くっていうのことがまずとっさにできますよね。まあ相手と相手に距離取るものを置くってことですよ。ですから、まあ逃げるのにね、かなり有効になってくるってことですね。で、次の8番っていうのは、まあ、使う TPO に合わせて、まあ、これは当然なんですけども、サイレンスプレーは必須ってことです。これなぜかっていうとですね、つまりアウトドアステッキを使うってことは、まあ、通勤とか通学の、まあ、行き帰りですよね。まあ、電車の中乗ってる時とか、あとどっかちょっと買い物行ったりする時とか、まあ、散歩に行ったりする時なんかいいんですけども、例えば仕事中にね、例えば仕事の通勤で会社に行って、会社の中の動きの時はやっぱりちょっと使うっていうのはなかなか難しい部分がありますよね。ってことは、その時は自分の体から当然離してるわけですよね。離してるってことは、その時に何かの、まあ、トラブルが起きて非常に危ない状況になってしまったって時は、それをないわけですからね。ですから身の回りのものを何らかの形で使いながらサイレンスプレーを使うってことなんで、やっぱりこれ必須ってことですね。ですからサイレンスプレーっていうのを、例えばアウトドアステッキがあるからサイレンスプレーはいらないんだとかね、そういうことはないです。だからこれはちょっと勘違いしないでほしいです。ですから必ずその組み合わせでいくってことですね。でですね、まあ、最後のこの制圧は無理っていうのは、このね、アウトドアステッキってね、軽いんで、はっきり言ってね、打撃与えてね、なんとかしようというのは絶対無理ですね、これ。はっきり言って、これ、例えば振りかぶってね、相手をなんとかしようと思っても、もうね、軽いんで、効かないです、こんなの。はっきり言ってね、どんだけ思いっきり振り回したところで、ガードされちゃいます。ガードされるんで、もう本当に突き専用ですね。まあ、突き専用で逃げるのに有効。とサイレンスプレーとの組み合わせでいろんなバリエーションが増えるということです。で、さっきも言ったように縦の代わりになるんで、当然距離取った縦になりますんで、非常にいいんじゃないかと思います。で、前先ほど言ったように、例えば SSR の、まあ、セルフディフェンスの河合先生が推奨しているように、相手と、つまり相手と自分の間に物を置くってことですよね。そういう時にこういう獲物があると非常に役に立つってことですよ。やっぱり相手だけで物を取って、そのまま逃げることができれば、もう逃げてしまえばいいんで、まあそういうことになりますね。で、あと、どうですかね。やっぱりね、このアウトドアステッキでまだ有効なんじゃない、この2番のね、勇気がいるってことですね。つまり、突き出した時、さすがに最初はみんなの注目が集まるんですよね。なんで杖ついたって、さっき言ったように。だけど、それも、もうね、割り切りですかね。最初だけなんで、もう最初だけ割り切って、もう聞かれるたびにね、いや、ステキ術なんですよ、これ。護身術用の今こんな厄介な、物騒な時なんで、とかって言って、
だんだん周りを納得させてしまうと、でも納得してしまうとですね、だん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 もう言われなくなるっていうんですかね。で周りも最初追ってみるんですけど、でもその後もうみんなスマートフォン見てますからね。もうつまり日常の中に同化してしまうってことですね。でその後はもうみんなね割と無関心ですね。持ってようが持ってまいがね何も見ないっていうか、うんっていう感じですね。そう感じました。まあ、今後もね、まあ、気づいた点があったら、まあ、順次上げていきますし、まあ、有効な使い方が分かれば、こんなんどうだろうっていうことはまた提案させていただきたいなと思います。まあ、なかなかねそのアウトドアステッキを実際にですよ、実際に、まあ、買うことはねできますけども、それをね実践としてまずやって、まあね、その使っていってみようっていう方はねなかなかいないかもしれないんで、そういう意味ではね、まあ、ちょっと頑張って使って、まあ、親父シリーズとしても少しずつでもまあ良い提案ができたらなと思います。まあ、今後もねこのステッキ編に関してはね、アウトドアステッキ編に関してはまあ別で動画は作っていきたいなと思うんで、よろしくお願いいたします。また質問等があればコメントにいただければ自分なりに答えさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。